こんばんは、江戸はるみです。今ですね、リニューアル期間中なんですけども、実際はですね8月1日からリニューアルお届けしたいと思っております。チャンネル登録者数もですね、皆さん待っていてくださって、むしろもうちょっと増えているというね、本当にありがとうございます。そしてですね、7月中はですね、毎週水曜日に、こういった形でですね、今日は2010年から2015年まで、実は私トークライブをですね、神保町花月とか、あるいは下北沢でトークライブを月1回行っていたんですね、5年間。その時の模様をキュッと8分間のダイジェスト版にして、本日はお届けしたいなと思っております。本当にですね、トーク力を磨こうと思って月1回こう舞台に立っていた当時ですね、もうちょっとシュッとしてですね、ぜひご覧いただけたらなって思います。ではご覧ください、どうぞ。どうも皆さん、こんにちは、江戸はるみです。今日はありがとうございます。鶴田さん、どうぞこちらへお越しくださいませ。今日もありがとうございます。雨の中をね、あとあれですよ、私結構ね、なんでこれ会議に出さないのっていうのね、思うことが結構あるんですよ。皆さん会社勤めされてる、結構会議ありますでしょ。で、会議はね、大体そのなんていうの、今までの例えばアナログを地デジ化しようとか、今までの画質をすごいもうブルーレイにしようとか、そういう最先端の方に行きますけど、私としてはもっとこう基本的なところを会議に出してほしいです。どういうことかっていうと、例えばね、皆さん車でちょっと乗ってるんですけど、私が乗ってる車、たまたまちょっとこう蛍光塗料っていうか、夜でもね、いろいろ窓とかこう見えやすいんですけど、たまたまちょっと別の車に乗る機会があって、こう乗ってウィーンって猿見だと思ったら、暗くてね、ボタンの位置が分かんないんですよ。普通の白ペンキで塗ってるから、夜だと真っ暗なのね。いや、何十年車使ってんのみたいな、これ会議で誰か出してって、いや、ちょっとこれ夜見えなくないですかって、誰か出して、そこすごく素朴なとこから行こう、いいからブルーレイもいいから素朴なとこから変えていこう。あとね、女性のストッキングね、女性だいたい2倍速ぐらいこう入ってますでしょ、500円ぐらいで。そうするとね、こうやっぱね、男の方はわからないかもしれないけど、ストッキングの色味ってこうね、アーモンドベージュとかね、いろいろちょっと濃いめのとかあるんですよ。それをね、白い台紙の、白い紙のね、中にこう差し込んで、例えばこんな感じ、この色が見えるようにね、こう台紙が入ってるんですよ。それでこう立てかけてあるんですよね、平べったりして。その台紙をね、毎回取らなきゃいけないわけ、履くときに。そうすると、ささくれなんかあるとね、引っかかっちゃったりね、あと急いでるときに、いや、もうこの台紙ってね、これ昭和から手つかずなの。今、平成だから。しかも23年経ってんのよ。そこ、会議で誰か、いや、もう台紙はいい加減やめたらどうですかって、誰か言って。なんだったら私、会議行くから。だからでも、そういう、なんていうのかな、やっぱりね、主婦目線っていうか、もっとその便利っていうのはありますけど、もっとも基本的なとこから始めていこう。あと、お菓子とかね、一応ギザギザついてるけど、申し訳程度についてる、いや、切れないけどみたいなギザギザあるでしょ。あと、ギザギザもね、縦に開けると全部開いちゃって、これまた次食べるとき乾燥しちゃったりするから、またなんかこう折りたたんでテープとかで止めなきゃいけない。それ横でしょ、やっぱり切り口横。いや、お兄さん下向かないでね、すごいどうでもいいこと、これね、どうでもいいこと言う、世界平和の規模から言うと、もうちっちゃいこと。でもね、私ちっちゃい人間なの、ごめんなさい、すっごいちっちゃい人間なんだからね、私もう本当に横から行こうって。いろんなね、工場ラインとかあると思う、多分縦の方がね、工場ラインすごいリスクっていうかね、経費も削減できるんだと思う。すごい長く切れてて、ガチャン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 ってやったらいいんでしょ。そこに横の切れ線入れたら、ちょっと予算的にちょっとあれですけど、わかります、わかりますけど、みんな不便してんのそれね。それ会議で出していこう、誰か出していこう、入って、もうね、ほんとそういうこと言っていきたいの、ね、そんなこんなの今日この頃、今日はですね、ゲストがビコさんです。ありがとうございます。非常にいいトークライブですね。面白いですね。画面でモニターで見てたんですけど、なんか
シャンソンの歌手の方かなと思って、歌手と歌手が歌う歌う間のトークをやる MC トークで、歌と歌の間のなんか MC でこういうのもう大大少年かって変えていこう変えていこう、それでは聞いてください変えていこうみたいな感じ、非常にいいですね。すごいいいですね、今日のセットでも合ってるから、ね、白でだからここのドアから歌いながら出てきてほしいですよね、皆さんに。どうなってるんですか、こっから出てきてほしい。それで、お菓子の切り口っていう歌を歌ってほしいね。はい、それでは聞いてください、江戸はるみさんです、どうぞ。江戸さん、本当に愚痴止まってる。いや、愚痴なんてしましょうよ、せっかく言いましょうだから言っちゃう。江戸さん、俺も愚痴止まってるから言おうよ、今日会議から始めていこう、会議も。だからそういう会議しましょう、そういう会議、ね、例えばマンションで、うん、ピッ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 って言って、ウィーンって、はい、驚く会議でちょっと2歩ぐらいあるとこなわけですよ、うん、ちょっと次の人がこう待ってたり、私がたまたまピッてやったら、うん、私が逆の立場だったら、はい、この人がピッてやって、この人のおかげでピッてやったら、私はこの人が行ってから入る。あ、絶対そう、それは絶対そう、そうですよね、それは絶対そう。それなのに、はい、中には私がピッてこうやって入ってくるから、先みたいな。いや、わかる、これすごいわかる。お願いします。この江戸さんが手作りの料理を振る舞って、そうです、私がちゃんと作りました。え、あ、すごい、江戸さんの、あれ、これおやつボーイズって来た人。地味すぎるでしょ、それだとしたら。プロのスーパーでもあるから、しゃべなかった。江戸さん、このゲンゴロウみたいなのね、ゲンゴロウ入ってるでしょ、これ。それはキノコの種類です。キノコのゲンゴロウ、キノコですか。ゲンゴロウじゃないです、ゲンゴロウに似てますね。やかじゃん、やかじゃん。ちゃんと食べていただいて、ほうれい線ね、ほうれい線ができてくんですけど、うん、これはポーってやるとなくなりますよ。私が本当に2008年あれでなくなりましたもん。本当やったね。一応教えてください。しかもじゃあ、はい、ここでやります。せーので、はい、じゃあグー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 さんにこうやって兄さん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 って言ってくれてね、はい、この前のトークライブの後も兄さんご飯連れてください。やっぱしょうがないです、吉本興業のルールで一日でも先に吉本入ったら兄さんですから。まあ年は僕は32です、私は40。もうその時点で後半でしょ、40。で、その江戸さんがご飯連れてください、で前回のトークライブでも話したんですけど、江戸さん車乗られてるんですよ。お察しの通りベンツです。いやいや、ちょっとお察しベンツ乗ってるって聞いてて、じゃあ帰りにでそれ乗って送ってきますって俺さんとね、後輩が言ってくれるんですよ。で、じゃあじゃあってベンツ見たら、もう本当にすごいスポーツカーのかっこいいね、いやらしいことになってるじゃないですか。金持ちのベンツ乗ったババアに何の金が起こんなきゃいけないの。ちょっと、再発防止に関してはそう思うぞ。ちょっとじゃあ皆さんもね、ちょっと聞いてみましょうか、どうか。再発防止っていい言葉だな。いや、ちょっといいの見つけたんじゃないのみたいな、ちょっとそれないんじゃないのって、私も共感するぞとか、ちょっと手を挙げてみてください。おっと、上げてない人顔覚えてついてきますよ。次回の4月22日も日本エロコントを期待してますよ。悪いところありがとうございました。どうも江戸はるみと、はい、江戸さんでした。どうもありがとうございました。はい、皆さんいかがでしたでしょうか。もうね、本当に今 B コースさん今解散されてしまっていらっしゃいますけども、本当に今皆さんいろんな多方面でご活躍されていて、あと若槻徹さんもですね、もう落語家さんとしてですね、今本当にもう
いろんな舞台でご活躍されているもう先輩方でいらっしゃいます。本当に皆さん他にもたくさんの方がですねゲストに毎回登場してくださってもう全部アップしたいぐらいなんですけども、本当に皆さん先輩方優しくてですね協力してくださってトークを盛り上げてくださいました。本当に懐かしい、舞台でございました。まあそれをねそのままもうちょっとこう見れないっていうのもすごく残念だなと思いましたので今回こういう形で、ご覧いただきました。いかがでしたでしょうか。それでは、よろしければチャンネル登録そしてグーボタンをお願いいたします。本日はこのような感じでございます。ありがとうございました。